はい、ほたねちゃん。どうも。はい。ほたねちゃんね、まだうんちが真っ黒です。オクシジウムの影響なのかな。だけど、食欲はもりもりです。あと、とっても人懐っこい。まだガリガリやからね。すごいね、甘えてるかと思ったら、はい、甘えてるかと思ったら餌。ちょ甘えてるかと思ったらやつ食べるんでね、すごい甘えますよ。膝にカッチメリー、僕真っ黒の服なんで見えなくなる。寂しいな。そっちダメよ。まだね、いろいろと、よいしょ、免疫もないし、こっち行こうや、よいしょ、はい。もう餌と甘えの連続ですよね。遊び道具がないから、なんか遊び道具買ったんだけど。一方でこちらはね、先中猫のサモジ先生です。サモジ先生、はい、どうだ。サモジとね、ホタネとちょっとまだその感染症とか風邪の影響とかいろいろないね、加味しないといけないので、そうだよね。あのお互いを触るときは一回手洗いをして触れ合ってます。だけどサモジ君がそのまだ合わせることができないので、ちょっとね、なんか変な生物が家にやってきたっていうことで緊張しちゃって、あんまりご飯を食べられてないです。ゼロではないんですけど、はいね、あんまり食欲が湧かないみたいで。食べれるかな。いらないね。サモジがね、体調崩し、気になるね。あ、シャーシャー言う、ダメだよ、シャーシャーって言っちゃうね。ちょっと不安定やね。こっち行こうか。ちょっと頑張って気を紛らわそうとね。どうしようね。
育児が大変です。ちょっと遊び道具与えた方がいいかな。一応こんな感じで、遊ぶ元気はあります。だけどね、ご飯の食べる量は少ないので、来て3日目になるね。私としては心配です。今ね、ホタネちゃん用にちょっとケージを作ってます。サモジ君のケージを解体してコンパクトにして、それをこの洗面台のこのところに置いて、ホタネちゃんこれからここで飼おうと思います。移動させました。ホタネちゃんは今2階にいます。ピントが合いません。あった、変わったね。そう、君はホタネだよ。あ、来るか。あれですが、うんち臭いね君。今からクソまずいものをあげます。これですね、昨日あげたやつ。昨日は泡を吐いてしまいましたが、今日はちゃんと飲ませられるかな。奥に入れるようにしてみます。一応ちょっと飲めたかな。あ、やっぱ嫌がってますね。全部飲ませきらないとダメらしいので、まずい。これ食べや。逃げちゃった。難しいね、あげるのは。ここはね、ホタネちゃんがもともといたクローゼットの中です。サムジ先生が確認しに来ました。一応全部ね、アルコールで除菌してしっかり拭いて、今この中をね、乾かしてきれいにしてるとこですけど、なんか匂う？なんかその除菌スプレーがちょっとこう甘い香りがするんですね。ペット用品にも使えるやつなんですけど、
なんかその匂いがやっぱ気になるようです。で、まあ拭けるとこは普通のアルコール除菌シートでも拭いたんで、この匂いが取れてからかな。ちょっとペタペタするね。これ湿気か。だいぶリラックスしました。僕も今ホタネちゃんはね、落ち着いて寝てるっていう感じです。ここ最近小声なのは起こしたくないからですね、二人とも。一応リラックスはしてくれているようなのでいいかなと思いますが、今日はご飯も、まあ、手であげましたけど結構量を食べてくれました。ちょっとね、緊張がだんだんほぐれてきて食欲も戻ってきたかなという感じです。三文字ストレスかけちゃったね。体調崩さないといいけど、徐々に慣れていくと思うので温かい目で見守ってくれると嬉しいです。